じゃあお願いします。お願いします、今回はリーグ戦と違って天皇杯になるんですけど、はい、そのリーグ戦と天皇杯でこう戦い方なんか難しさとかありますか？まあいろんなカテゴリーのチームが日本の1位を決めるっていうことで、こう1回戦やったら自分たちよりカテゴリーが下やったり大学生だったり、けどそこを勝ち上がると自分たちよりカテゴリー上の J1 やったりっていうので、それぞれに難しさあると思いますけど、下から来るこう強さ、怖さっていうのもあるし、こう上を食ったろっていう、こう自分たちもいるしっていうので、こうまあ勝ち上がっていけば注目もされますし、でどん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 試合数が増えるっていうことはチームとしてもこう成長して選手がいろんな選手が出る機会も増えるっていうことで、そういう意味で僕は天皇杯結構こう勝ち進んで、なんていうんですか、ガチンコっていうか、もう一発勝負なんで本当にどこが勝つか分かんないっていうのが、まあ楽しくもあり怖い大会ではあります。で去年はまあコロナの影響でなかったんですけど、はい、おととし、はい、J1 のヴィッセル神戸と、はい、対戦したんですけど、その時のこう記憶というか思い出ありますか？もう疲れたっていうのとあとはでも自分たちのサッカーできるかなって思ったところで、やっぱり個人のクオリティの高さで外されて、こうやってきたことを全部出してるけどやられるっていう場面も増えてきて、で、まあ、それがリーグ戦より、夏ぐらいやったかな、だったんで、もうそこで一旦切り替えて、やれる部分もあったんで、そこは自信にしながら、けどやっぱ今の代表入ってる古橋選手とか、もう最後出てきた時もうめちゃくちゃ足速かったし、でサンペールとか、もうほんまに体感ではもうチーム全員抜かれたんちゃうかぐらい抜かれてゴールに入られたんで、そういう、その、なんていうんですかね、ヴィッセルの人たち、最初は僕たちのプレスに困ってましたけど、うんうん、やっぱり選手が中でこう各々修正してどこが空いてくるとか、そういうのを多分中でこう解決できるんだなっていうのがやっぱジェガンの選手すごいなって。あとは個人の能力のこう体の強さだったりスピードだったり一瞬の抜き去る技術だったりっていうのがこう合わさって、やっぱり J1のチームなんだなっていうのを体感できたのは、その後の自分たちのその時 J3 でしたけど、そのリーグ戦には生かされたかなっていうのはあります。本当チームにとっても、まあ、選手個人個人にとってもすごくいい経験になると思うんですけど、まあ、今大会の、目標というか聞かせてください。本当に、次相模原ありますけど、まあ、本当に J リーグでもまだやってないですけど、本当に北九州嫌やなっていう印象をつけるのも大切だと思いますし、でしっかり勝って、なんでまた上のカテゴリーとまた違う形で自分たちがチャレンジできるっていう場を作らないといけないですし、でそれが一試合一試合大事にしながら、リーグ戦があっても天皇杯はちょっとっていうんじゃなくて、全部チームがリーグ戦一試合に全員で臨むのと一緒のように、天皇杯も誰が出る誰が出へん関係なく、一試合一試合こうなんていうんですかね、チームで向かうっていうことができるような、こう本当の意味で強いチームになるいい機会だと思うんで、天皇杯を勝ち上がっていきながらリーグ戦もしっかり戦うっていう風なこうのができるようになれば、個人もチームももっと幅ができた強いチームになると思うんで、そういう風に勝ち上がっていきながら自分たちも成長していきたいなと思います。最後にじゃあサポーターの皆さんに、一言お願いします。はい、本当に天皇杯、去年はなくて、その前はヴィッセルにしっかり負けてしまって、なかなか、皆さんが見たいような、景色の試合というかその場面に、連れて行けてないのは事実なんですけれども、今大会も、本当に優勝を目指して、行くぐらいの勢いをチームで持ってやっていきたいと思うんで、引き続き応援の方よろしくお願いします。期待してます。ありがとうございます。ありがとうございました。お願いします。よろしくお願いします。今回は
天皇杯のことについて聞いていきたいんですけど、はい、まずはリーグ戦と天皇杯で違う形になるんですけど、そこの戦い方の難しさ、まあ佐藤亮選手はまだプロになってから天皇杯の経験はないと思うんですけど、はい、その学生時代、何回出ました？本戦に出たのは一度だけです。ああ、そうなんですか。はい、その出場した一昨年の大会は川崎フロンターレとの試合で、はい、すごくいい試合だったと、はい、聞いてるんですけど、その時の思い出というか。はい、まず本戦に出れたのが、先ほどもあったように僕が大学4年生の時の一度だけだったので、まず1回戦でフラウブリッツ秋田さんとやらせていただいて3対0で勝って、こうやっぱり自分たちのサッカーが J リーグが相手にも通用するんだなっていうのを1回戦で知ることができたいい機会 でその後に、まあ、学校を挙げて川崎フロンターレさんとの天皇杯2回戦をこう、まあ、全員で勝ちに行こうということで試合に臨ませていただいたんですけど、まあ、もう一言で壁が厚いなっていう。ただ結果としては自分たちのオンゴールの1点で0対1で、後半の終盤にもチャンスは2度ほどありましたし、何があるかわからないのがやっぱり天皇杯、もっと言えばトーナメント戦っていうのはやっぱりリーグ戦とはまた一つ違って、本当にゴール一つ、逆に失点一つでどんなチームも負けうるし勝ち得るし、まあ、そういうのがトーナメントの一つ面白さだと思うので、それを自分は大学の時に、まあ、本当 J リーグ王者と対戦をすることができて、まあ、本当今でもよく覚えているくらいの試合だったので、それが、まあ、去年はちょっとコロナの関係で出場できなかったですけど、それの大会が今度はまたプロとして臨む大会なので、自分たちもやっぱりプライドがあるし、どの相手相模原さんだとしても他のどのチームだとしてもやっぱりやることは変わらないし、目指すものは優勝だと思っているので、自分としては意気込みはもっと高いものがあるし、勝ちに行きたいなと思ってます。ちょっと聞きたいこと全部言ってもらったんで申し訳ないんですけど今大会に向けて、どういった目標を持ってるか、はい、ちょっともう一度お願いします。まあ、そうです。本当にJ1 の相手ともやれる機会だと思いますし、僕たちが J1 の選手とやれるって言ったらやっぱキャンプとか練習試合だけだったので、それが本当にこう真っ向勝負できる一つの大会が天皇杯だと思うので、やっぱり自分たちがどこまで実力が通用するのかっていうのはもちろんだと思うんですけど、別になんか相手がどこであろうと、例えば J1 であろうと、こう自分たちがおじけづいてなんかいい試合できたらいいねとか全く思わないので、同じプロとしてましてや自分はプロ2年目でもっともっとやっぱ上を目指したいですし、そういった中で、まあ、そういう本当にいろんなチームと対戦できるっていうのは自分の肌で一番、あ、自分の立ち位置が今どこなんだなっていうのがこう分かると思うので、チームとしてはもちろん優勝を目指し、そのチームの優勝を目指す中で自分はアタッカーとしてどれだけ結果を残せるかっていうところだけにこうフォーカスを当てて、まあ、やっていきたいなと思ってます。それは最後に応援してくれてるサポーターの皆さんに一言お願いします。はい、今回、天皇杯が始まりますが、僕たちはやっぱり優勝を目指してやっていきますので、またリーグ戦とは一つ違った大会ですが、自分たちは力を合わせて、まあ、全員で、まあ、サポーターの方と一緒に、戦って優勝を目指して頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。期待しています。ありがとうございます。ありがとうございました。